解体を待つアイアンデューク級蒸気機関車、アイアンデューク型は、グレートウェスタン鉄道の急行旅客列車で使用されていた蒸気機関車である。1846年4月に試作機関車として、グレートウェスタンが製造された。製造当初の軸配置は2から2から2であったが、4から2から2に変更され、アイアンデューク型機関車として、営業運転を開始した。 同型の機関車が1847年4月から1855年7月にかけ量産営業運転についた。アイアンデューク型蒸気機関車は非常に速く最高速度は毎時約80マイルであったと推測されている。アイアンデューク型の牽引した急行列車フライングダッチマンは当時世界最速の列車であった。1852年。 ロンドンのパディントン駅からエクセーターまでの194マイルを平均毎時53マイル、ロンドンからスーインドンまでの平坦な区間を平均毎時59マイルで走行した。1870年5月から7月にかけて、グレートブリテン、プロメテウス、エスタッフェに新しいダイワクトボイラーを取り付けられた。その後、一般にローバー型として親しまれた。 同性能の機関車が1871年8月から1888年7月にかけて営業運転を開始した。蒸気の3台の機関車を除いてアイアンリーク型蒸気機関車は1870年12月から1884年6月にかけて廃車となった。スーインドン工場で保存されていたロード・オブ・ザ・イルズも1906年1月に 解体された。蒸気の3台の機関車は、1880年9月から1887年10月にかけて廃車となった。1892年5月には、グレートウェスタン鉄道の後期が廃止となり、ローバー級の機関車も廃車となった。アイアンディーク型、ローバー型蒸気機関車のネームプレートの多くが、国立鉄道博物館あるいは、 スウィンドン蒸気機関車博物館で見ることができる。また、ロードオブザイルズの動輪もスウィンドン鉄道博物館で見ることができる。現時2年、現在の長崎電機機動メディカルセンター電停付近に相当する600メートルの区間でトーマスグラバーが日本人に鉄道を紹介するためにレールを付設して長崎の人たちを乗せて走った。編成は蒸気機関車。 アイアンデューク号と客車二両。現在もモニュメントが残っている。アイアンデューク型機関車の試作車として1846年に製造され、グレードウェスタンと名付けられた。道輪を急行列車、フライングダッチマンで使用されていた機関車より1フィート、大きい8フィートにした。後に軸配列を4から2から2に変更した。 アイアンデューク機関車模型アイアンデュークのレプリカ、スーイドン蒸気機関車博物館展示のエンペラーの模型1985年にレプリカされたアイアンデューク型蒸気機関車ブリストンでのアイアンデューク級蒸気機関車のレプリカ1985年アイアンデューク型蒸気機関車の胴体レプリカがグレートウェスタン鉄道150周年記念の 一貫として2台のハンスレッドオーステー機関車の部品を使用して作られた。ボイラー保証切れのため、現在蒸気を発生することができない。ヨークの国立鉄道博物館にて保存されている。2006年には、プリストンに運ばれ、マリタイムハースティッチセンターで開催された、イザムバードキングダムブルネルの9つの生活展の目玉として展示された。 2010年1月には、レプリカは、ウォリッタシャー州、クロスタシャーに運ばれ、グレートウェスタン鉄道175周年記念として、同鉄道の機関車の生態展示の一つとなった。レプリカは、機関車、トーマスの原作、記者の絵本シリーズ第34巻、トーマスザ・グレート・レールウェイ賞に登場し、眉と口ひげを加えた状態で描写された。ありがとうございます。